さあ始まりましたフィギュアのフリー、高田健志です。よろしくお願いいたします。ワンツー宇宙海賊のゴージャスです。よろしくお願いします。ラムズッキュンラムです。よろしくお願いします。お二方には、フィギュアに関する問題に答えていただいてですね、4問以上正解すると、好きなフィギュアをプレゼントいたします。やった、欲しいそれは。さあ中野ブロードウェイにゴジラ持ってない、持ってないから、もうテンション上がって、じゃあもう片方いい、はい、はい、じゃあせーのということで、じゃあ中野ブロードウェイもね、まだまだ2階に来ましたか、はい、これこれすごない、ここ僕普通に来てる、あ、普通に、これ最後に来ますよ、あ、最後に来るルートがここなんだ、ハリウッド版のゴジラだ。モスラーも、うん、あ、安い安い、ちょっと結構安いね。1、10、未開封だし、未開封だよ。16万5。あ、じゃあラムちゃんこれ買います。ちょっと待って待って待って、うちのペットたちが生きていけなくなっちゃう。ほらブリムロックだ、ほら、知らない、4950円、安い、10個欲しいよ、メガトロンとかもね、数の概念がずれてる。いや、ここら辺もほら、こっち怪獣ですね、シーボーズ、何それ、これは宇宙幽霊、これ本当宇宙墓場にロケットを抱きしめて、送り返してやろうとね、科学特捜隊に頑張った、宇宙墓場から来ちゃったんですね、怪獣。お、はい、あ、ここでここで出るの、あ、ここで出るのね。じゃあここでクイズの第2問が出題されるということで、はい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 、お渡しします。じゃあ第2問です、はい、はい。同じ型のフィギュアの別カラーバリエーションのことを何と言う、A、サウシーカラー、 B、2D カラー、 C、2P カラー。うわ、これ、これしかなくない。じゃあ一戦を出しましょう、せーの、じゃん、おえ、C じゃないの、 C じゃないの、私のゴージャスさんが 2P からね、そう、2P の C で、ラムちゃんが 2C からの A、 C は何の C、 何の C、 いや、そう、間違えちゃった、いや、わかんないけど、わかんないけど、まだまだわかんない、まだわかんないよ、まだ間違えたかどうかわかんないけど、正解は C、 よし、普通パターンからじゃん、これ、え、スーパターンカラーか、私これ、どこから来てるかというと、はい、ゲーム用語から来てました。あ、俺そちらをそう想像した、はい、ゲーム用語にキャラクターの配色のうち大のものっていう方、あら、うんうんうん、どっちにしよう、正解な、はい、いや、よしよしよし、ちょっとキュアレスミスカラーのシーカラー、スーカラーカラーになっちゃった、確かに確かに、言われりゃ俺も当たったからこれちょっと理由は外れてそうだけど、やばいやばい、ありがとうございます。あ、ここから来たのか、そう、てかこっからの映像ってテレビで見たことある、ここで一回遠くを見て目を休まる緑だから、ね、近いとこ見過ぎてるからね、そう、すいません、お邪魔します、こんにちは、こんにちは、なんかたまらないもん、もうたまんない、あ、クリスチャンベールバージョンのバットマンですよ、僕ね、クリスチャンベールバージョンのバットマンのバットモービルの、うん、こんなでかいやつ、うん、買って、うん、開けてないで実家送った、なんで家にもないんだ、家にもない、なんでワイルドでしょ、ワイルドすぎるよ、家でも出してないから、梱包されてる一回現物見してくださいここら辺もほら、スターウォーズ ね、スターウォーズやっぱすごいですね、 いや、これ出たい、やっぱね、でっかい、かぶれちゃうんですこれね、やっぱね、え、おー、あ、もうこれほんとヘルメットに本当にいけるやつだ、うん、スターウォーズは見てない人いないんじゃないですか、世界で一人いた、一人だけいた、1シリーズも知りません、あれちょっと待ってくださいよ、1シリーズもさっきから話してますけど、はい、どれも伝わってないです、嘘、これさすがにこれ、何それ、え、これは何、フォースが効かない、全然全然わかんない、ね、何してるこれ、知らないと効かない、ちょっとナムちゃんやってみて、俺にやってみて、あー、じゃあ全然わかんない、全然わかんない、なら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 ない、いや、てかそう、やりすぎだよ、あ、ごめんなさい、すいません、そうね、そうなるんだったら知らない方がマジだ、すごい使ってる、あ、名残惜しいよ、名残惜しい、二人のテンションの上がり方が凄まじいからね、ありがとうございました、いや、あ、アニメだ、アニメだ、セーラームーン、セーラームーン、あ、ちょっと待って、ゴン、ゴンだ、ゴン、あの話題になったゴン、ハンターハンターのゴンだ、
あのサイズのあの髪の毛、こんなに長かったんだ。こんな長いんだね。フィギュアってそれで自分で、あ、こんな長かったんだ、再現見れるのがすごいね。漫画アニメだと伝わらない部分をフィギュアで感じることができるんだ。いいのかな。こんにちは。あ、こっちのほら見てください。あ、本当だ。美少女系。実は箱柄出てる。うわ、すごい。すごいね。まあね。掛け狂いもいますよ。うわ、すごい。ジャバミユメコ。すごいね。そう、このジャバミユメコのこの毛の一本一本すごいな。本当だ。すっごい可愛い。これ5時間入れますね。さっきから時間がどんどん伸びてて、一日中になっちゃうの。本当に。お、ラムちゃん。あ、本当だ。ラムちゃん。ラムちゃん。ズキュン、ズキュンの。ズキュンの方。ズキュン。レムの方が人気なんだよな。そうね。残念ながら。ラムも人気出てほしいな。うわ。お、うわ、来た。ここで。3問目かな。ゴージャスさんには音が聞こえてないのかな、うん、どっか行っちゃいました。ゴージャスさんには音が聞こえてないみたいなね、うん、あ、今からあのクイズらしいです。何ですかクイズ。あ、プライベートで来ました。ゴージャスさん、あの今あのカメラ、あ、そうです番組だって、そうです、はい、今からあのクイズの3問目ですかね。3問目。プライズフィギュアのプライズとは何を指しますでしょうか。はい。A 高価、高い高価、はいはい、B 景品、 C 限定、プライズフィギュア。どれもありそう、うん、じゃあ全員書けましたかね。書けましたでしょうか。はい、はい、それでは行きましょう。どうぞ。じゃじゃん。え、お、 BAA、 AA、 うん、 B、 B。ちょっと結構、ここは、大丈夫でしょ。あれ誰、あれ誰、なんか別のキャラ、座ってるぞ、ハムちゃん。4人目が、あれか、ハムちゃん、C にしなさい。ごめんなさい。今日あれ3人だったはずです。誰誰、行っちゃったよ。誰これ誰今の。何、本当にずっとその準備してましたからね、今俺。なんかね、隣でガサガサガサしてんだろうな、この人。答えは、はい、B の、マジ当たった、たまたま。いや俺が当てちゃったよ。頼みますよ。俺が当てちゃいました。何やってんすか。景品、プライクレーンゲームとか、はい、一番くじとかで手に入るフィギュアのことをプライクフィギュアという。あなた方が外したんですよ。ちゃんと当ててもらわないと。うわ、私はもう、これ以降一切外さず当てに行きますもん。何にも知らない状態で当てに行って、あなたたちが悔しがるフィギュアをもらいます。うわ俺は何の価値も知らないけど、それをもらいます。それに関しては絶対そうしよう。これはやめましょう。ここはもう一番悔しがらせてやる、はい、ここに書いてある。え、プライズ、ちょっと待って、書いてあるんじゃ、ね、プライズって書いてあるんだけど。ゴージャスさん、これは、うん、周りにヒントがあるパターンだ。これちょっと気をつけよう。気をつけていきましょう。書いてある。はい、あ、ガンツオだ。え、すごい綺麗。これでも映しちゃう。え、これ随分なんですけど、あ、早く。こちらのフィギュア、はい、これお値段一体いくら。うわー、より値段に近かった、近い方が正解ね。ちなみにこの、フィギュアなんですけど、漫画家藤島康介さんと、はいはい、デザインの鬼娘と、はいはい、で、美少女フィギュアの統計の第一人者、ボーメさんが手掛けてたわけです。なるほど、価値ある。海外での展覧会も含めて、制作数は6個。うーわ、6個しか売ってない。非常に価値がある。なるほど。海外の展示会含めて6体。6体。じゃあ全員、はい、書けましたかね。はい、では一斉に出しますかね。はい、せーの、ダダン。うわ、ちょっと待って、そこが寄っちゃった。安すぎないか君たち。ラムちゃんが58万、うん、ラムちゃんが50万で、ゴージャスさんが7億円ね。高っ。褒めてんじゃないぞ。世界一6体って言ってましたもんね。そう、だって仮に2億でも俺らの方が近いから。はい。2億だったとしても、うんうん、はい、答えを。正解は税込みで、はい、66万円。うわ、え、惜しい。ちょっと惜しい。ちょっと惜しい。え、そんな、あと、そんな、そんな、7億。7億じゃないですか。あ、じゃあそんなってことは想定よりは全然安いっ
ってことは、ってことは、あの、購入できますけど買える7億よりは安い。あ、なんか安いみたいなリアクションだったから、はい、あ、7億じゃないんだみたいな。正直買ってもいいけど、うん、置く場所あれさっきからずっとそれで逃れようとしてるけど、ほんとにこれなんだ、これなんか今までちょっと違う感じが、コスプレ感ですね。コスプレ、ビッグも売ってる。ビッグも本当だ。うわ、こんな感じだろ、ビッグって。コスプレは、俺はしたことないですけど、コスプレは、コスプレこれはどういう状態と当てはまる。別に僕自身なんですけど、たまにあのガンダムのザフトの、はいはいはい、そういうのを着るんですけども、その時は顔これですから顔はこれ、顔はこれじゃないから。そうです、クイズちょうだい確かに、いけるんですか、いけるんですか、いけるシステムなんじゃないですか、今は分かった5問目ですね、はい、5問目、じゃあいきます。はい、フィギュアの手入れで、手入れですね、手入れ、手入れで使われるものとは、ほう、そんなの、 A、 キーボードの手入れ用の粘着スライド、はい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 、 B、 歯ブラシ、うわ、ありそう。C、エタノール C。うわ、ありそう、全部ありそう。あー、オッケー。これもでも、これからっていうやつで、これの方がいいんじゃないかと思っちゃった。自分がそう、どれ、どれ、カンニング、はい、しかもここフィギュア屋さんじゃないんですそうなる。じゃあいきますかね、せーの、あ、お、本当に一緒、A っぽいよね、やっぱり。待って待って、これだと、あ、独走状態止められない、止めらんないよ、そうだ、このまんまだと。今いいんですか、変えてもいいですよ、お二方。俺に追いつくための俺とか変えた、え、変えたじゃあこれでいきましょうかね、はい、A、A、B ということで、はい、はい、じゃあ答えの方お願いします。正解は A、 だろうな、だろうな、だろうな、だろうよ、だろうな、なんで何やってるんですか、なんで B にしてるの、なんで B にしたんですか、だろうなめ叶いました最初はグー、じゃんけんポン、うわー、マジ、うわ、すげー、すごいね、すごい、わ、すげえ、トウジロザメとか、トウジロザメ、こんにちは、ここはもう男の子が、あ、セントセイヤ、セントセイヤ、これ僕モロ世代です、これ、はい、ただね、昔はね、もっとね、顔立ちがいびつだってガッツガッツ、ここら辺かな、そうね、この辺がちょっと、いや、でもこれでも綺麗、え、これでも綺麗なのか、うん、でもここら辺かな、うん、いや、懐かしい、いくらこれ、これ99,000円、え、保存状態が良かったんじゃない、いいとか、ね、レアなのか、99,000円、おー、出してくれてる、お、出してくれてる、スコーピオのミロ、これはもう当時のやつね、当時のミロだ、これは多分ミロの顔がね、こんなかっこよくないと思う、多分、あ、中開けたら、お、え、いいんですか、後ろにあった、後ろに、わあ、すごい、わあ、すごい、わあ、こういう感じ入ってんだ、わあ、すごい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 、え、ほら、うわ、怖いんだけど、ちょっと昔のほら、はい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 、まだね、もうちょっとで眉毛が繋がりそう、そ、ね、うん、すごいね、この光り方が、うん、いや、すごい、カピカ、パッケージのままでしたね、パッケージのまま、パッケージのままだ、この光り方は、すごい、色褪せない、これね、え、これを着させるんですか、そう、着させるの、あー、クロス、夢叶いました、当時は持ってられない、いや、もう坊ちゃんだけ、なるほどね、お金持ちの家の子だけが、うん、勉強ばっかしたんで切りないよ、これ全部、いや、本当に、うん、うん、おクイズの時間となりました、一番深いところで、はい、これ問題数的にあとちなみに何問残ってたりとかって分かるんですか、次で最後の予定、これが、これが決まっちゃうじゃん、はい、で今のところだとお二人がね、今日もうペース届かないですよ、お二人、そうですね、俺はいけますけど、じゃあもう残り2問出しましょう、これ含めて、あ、これ含めて、あと2問、ああ、なるほど、そういうシステム、じゃあいきますかね、はい、はい、お願いします、フィギュアで使
われる素材の ABS は何の略称でしょうか。これちょっと僕も読むの大変なんです。 A アンチロックブレーキシステム、アンチロックブレーキシステム。 B アクリロニトリルブタジエンスチレン。 C 分子サバタアルキュルベンゼンスルホン酸ナトリウム。いや何それ。何それ、マジで何それ。フィギュアで使われる素材の ABS は何の特徴ですか。はい、お二方をでもここで外したらもう、そうですね、届きませんからね。はい、全員書けました。はい、書けました。じゃあいきますかね、せーの、ダン。いや、これどうする。もう並んじゃった。これどうする。いや、これもうこれ B しかないんですよ。 B しかない。これは B しか言えない。A はブレーキシステムじゃん。いや、そう、私最近教習所行ってたんで。C もなんかね、薬品みたいな名前だ。薬品みたいな名前だな。いきますね。はい、はい、答えは B。 ほら、アクリルニトリルブタジエンスチレンですね。はい、うん、A は皆さんおっしゃった通りに車の安全装置。はい、C は海面活性剤です。海面活性剤。海面活性剤のこと、洗剤とかに入ってるやつ。433になりましたけど。433ですね。これ逆に言ったら次あと1問当たる444になった場合ってどうなるんですか。444になったらもう殴り合いですよ。最後に立てたやつが、うん、あ、もうこのまま連続クイズ。はい、クイズ、はいはいはい、あ、連続ね。連続でいくのね。あ、 OK です、 OK です。2択クイズ。はい、フィギュアで使われる素材の ABS と PVC、耐熱性が高いのはどちら。え、何性、耐熱性。耐熱性、いわゆる熱に耐えられる。 ABS と PVC。 なんだそれ。 ABS と PVC。 ちなみに PVC はポリ塩化ビニール、塩化ビニール樹脂ですね。合成樹脂です。似たくない。どっち。 PVC。 B ってこと。はい、 B で。 B。 はい、こっちいきます。せーの、ドン。あー、そういうことね。そうそうそう、もう聞いちゃう。そういうことね。これは殴り合いが、これは殴り合いの可能性が出てくるんですね。バトルロワイヤル。はい、じゃあ、で、どうなんの、マジで。じゃあ、正解を発表いたします。はい、正解は A の。うわっ、そうじゃん。やったー。並んだ。いいのこれ。じゃあ、ちょっと殴り合いが開始されることになりますけど、この後444ポイントになりました。これでどうしますか。じゃんけんかな。じゃんけんですかね。すごい、最終的にもう1億ポイントよりひどいよ、じゃんけん。その2時間ぐらいクイズやってて最後じゃんけん。一発勝負でいきます。はい、じゃあ怖い。じゃあ怖い。じゃあいきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。おぉ、ダンス組み、ダンス組み。マジマジ、このアイコ、アイコでしょ。うわぁ。マジで。イエーイ。ゴッドフィンガー、キレイに持っていけなかった。一人勝ち、一人勝ちだし、じゃんけん提案したのも気持ちがいいな。マジか。だってずっと7億とか言ってたんだよ。ふざけ通して、最後までふざけ通して、じゃんけんで全部持っていった。いや、あー、ザビ、おお、これで知ってください。うわ、すごい、やばい、どこに飾ろう。さあ、優勝したゴージャスさんには、はい、今こちらの、ね、店でご購入いただいたんですが、はい、結構選んでましたね。結構待たされましたよ。結構待たされたよ。店舗もまたいだよ。いや、店舗もまたいで、で、思ったよりこう、あれ、なんか、そう、小ぶりというか、小ぶりじゃない、本当これはびっくりするかも。なんだこれ。じゃあちょっと中見せてもらいましょう。開けてもらっていいですか。え、なんだ、何を、結構ほんとじっくり選んでたから。いきますよ。でね、仮面ライダーダブルサイクロンジョーカーです。やった、やった。でも、え、これ何これ。ち
値段見てください。あっ、高っ。いくら？いくらです？16,500円です。うわ。え、このサイズ？え、これ中はどういう、ちなみにどういうやつなんですか？え、あ、平成仮面ライダーね。仮面ライダーバブル。これ、真骨頂って本当に精密に綺麗に作ってる。じゃんけんで勝っただけで15,000円。いや、そういう悔しい。ちょっとずるいな。いや、すごい。でもね、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、本日はですね、この中のブロードウェイでですね、はい、フィギュアを我々クイズで学んできましたが、うん、どうでしたかね。まあ、じゃあ、まあ、ラムちゃんから、はい、お願いします。いや、とにかく悔しい。あらら。そう、今回のクイズでクロート感が出ちゃいました。はい、プロになった気持ちになりました。確かに、よかった、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、ゴージャスさん、いかがでした？僕も本当に中野ブロードウェイのね、ファンだらけ、久々に来たんですけども、テンション爆上がりで、最後、お宮までいただいて、いや、本当に最高の思い出が今日できましたね。ゴージャスさん、すごかったのが、入る店、入る店、あ、ここ店変わったんですね。常連、ね、昔から結構あれだったですよね。またちょっと来てみたいなって思いますよね。で、皆さんも中野に来た際には、マンダラケ来るしかないでるやそうね。ここ、ないでる。私も中野ブロードウェイ初めて来ましたけど、はい、フィギュアって思ったよりいろんな種類っていうか、こんなにあるんやなっていう。7億種類あるし、7億種類下手したらあるじゃないですか。あ、こんなあんのと思って、めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかった。いや、めちゃくちゃ楽しかった。あ、よかった。じゃあ、今度中野に来たら、あんなだけ来るしか来るしかない。待って、ぐちゃぐちゃ。早く。いや、無理やろこれ。無理やろ。すごい、すごいわ。いや、ということで、はい、視聴者の皆様もここまでご視聴ありがとうございました。僕たちの、フィギュアの知識を、ね、深めるためにこれからも、ね、一生懸命頑張っていきたいと思います。はい、それでは皆さん、次回のフィギュアの振りで、またお会いしましょう。はい、それでは、さよなら。バイバーイ。